ゲームのですね、はい、結構序盤の方を今日はお届けしたいなと思ってます。過去に、仮面ライダーメモリーオブヒーローズのプレイ動画として序盤動画出してるんですけども、はい、時間軸としてはそれより少し後のお話になります。今仮面ライダーダブルをご覧いただいておりますが、はい、仮面ライダーダブルとポーズが出会った後、まあ、一緒に冒険しているシーンになります。はいはい、で今ご覧いただいているところで、先ほどお話ししたホームチェインというところをできればご覧いただければなと思うんですけども、はい、いはい、一旦、はい、これがホームチェイン、結構素早くやってたんで分かりづらかったかもしれないですが、そうですね、こういう感じでですね、ホームチェンジのボタンを押すとサークルが出てきます、はい、でゲームの今序盤になりますので、なかなかフォームはまだ4つかな、4つしかない状態なんですけども、ゲームを進めていくことで変身できるフォームも増えていって、まあ、いろんなオリジナル自分だけのコンボチェインが作れるというようになっていきます。なるほど、はい、まあ、ストーリー的に言うと、はい、なぜ、まあ、仮面ライダーダブルがメモリを、うん、本来であればメモリ全部持っている状態なんですけども、うん、メモリを失っている状態なのか、はい、みたいなところも、まあ、ご注目していただきたいなと思います。はい、はい、で今出たのが、はい、ガジェットアクションと、はい、ポイントの2つ目にありましたガジェットアクションのうちのフロッグポッドというものなんですけども、はい、今回はこのミッションにおいてはですね、敵の残響音、敵が残した音を探していくというようなミッションを実はプレイしている最中になります。うん、今、音がちょっと戻ってもらって、あ、すいません、この丸ですね、丸がですね、はい、反応になっていて、はい、これが最大化するとこを探しダブルを歩き回ってもらうというような形になっています。はい、で、まあ、最大化すると先ほどあった通り、あの別の、表示になりまして、はい、残響を見つけて、じゃあ次の残響を探していこうみたいな形でそれを辿っていくと奥に、まあ、何が待ち受けているかはちょっとミッションを見ていただければと思います。はい、はい、今仮面ライダーダブルからオーズにチェンジをしていただきまして、はい、引き続きプレイをしているところをご覧いただければと思います。はい、オーズはですね、今仲間に、先ほどお話した通り仲間になったばかりでございまして、はい、まだホームチェーンが使えない状態なんで、今このタットバーコンボのみで、まあ、最初は戦っていただくというところからご覧いただいています。はい、はい、もちろんオーズも、話を進めていくと、はい、メダルがどんどん手に入ってまいりますので、進めていっていただいて、いろんなフォームを、ホームチェーンでつないでいく、どのつなぎ方が一番自分にとっていいか、まあ、どういう戦況であればどういうフォームを選ぶべきかみたいなところを楽しんでいただきたいなと思います。はい、はい、で今あのフロッグポット、この反応ですね、反応が大きくなっているところを探していて、はい、こっちの方に行くと大きくなっているかなというところで、どこだろうどこだろうと探していると、はい、見つかりましたといったところで反応を探知して、次の次のところへ向かって行っているところでございます。はい、まあ、今拾っていっているのが、うん、あの経験値みたいなものになります。まあ、ゲームのナビゲートみたいなところも含めて、まあ、分かりにくければ、はい、これがある方にヒントがあると思っていただいて進めていただければなと。道しるべみたいな感じですね。そうですね。お、はい、で残響音を追っていくと、はい、今回はトライセラトップス、ビッグトライセラトップスと言うんですけども、うん、大きな、はい、敵が待ち受けておりましたというところに差し掛かってまいります。はい、はい、でポイントの3つ目でオリジナルストーリーというお話をさせていただいていたんですけれども、はい、まあ、今回このようにストーリーパートは、基本フルボイスで、仮面ライダーたちが、ボイスをしっかりと読んでいくのを、まあ、見ていただきながら、まあ、その世界観に入っていただきながらゲームを進めていくことになります。はい、はい、映像が美しいですね。ちょっと驚いたけど、2人がいれば俺平気だし。ああ、俺たち3人なら。はい、といったところで、このまま戦いたいところなんですけども、はい、ちょっとこう今日はお時間の都合もありますので、いっとも、お願いします。はい、じゃあ進めていっていけたらと思います。ゼロワンはですね、フォームが5つ、変身できるフォームが5つかな、5つございます。はい、はい、まずはですね、よくも邪魔してくれたわね。ブードーバンとやってきました。やってきました。ブードーバンと、まあ、なぜやってきたのかとかはですね、まあ、ゲームをぜひお買い上げいただいた後、楽しんでいただければと思いますが、はい、まあ、今日はボス戦としてブードーバンとご覧いただければと思います。はい、はい、でゼロワンは5つフォームがありまして、はい、少しフォームチェーンサークルを出してもらえればと思いますが、
はい、フライングファルコンと、うん、シャイニングアサルトホッパー、あとメタルクラスターホッパーと仮面ライダー02、あとはライジングホッパーという5つの、はい、フォームになってます、はい、はい、じゃあ早速プレイしていただければと思います。まあ、あの石田君は制作メンバーなのでですね、はい、楽勝で勝ってくれると思うんですけど、タブーはですね、はい、基本的にそれぞれボスは特徴を持っているんですけども、はい、火の玉を結構ですね巧みに操ってくるキャラクターで、このように飛ばしてきたりだとか、うんうん、はい、あとは体の周りにですね回したりするところもあるので出てくるかな、見ていただければと思います。で、体の周りに火の玉を飛ばしているときは、はい、やっぱ近づくと飛ばしているので攻撃を食らってしまうというところがありますので、まあ、そういう場合には遠距離キャラクター、遠距離の攻撃を持ったキャラクターでしっかりとまずは火の玉を取り除くというところを、しっかりやっていただきたいと思うんですけ ど、 なるほど、なかなか火の玉を出してくれないですね。出してくれないですね。あ、今出てきましたね。これ近づくと食らっちゃうの で、 で、ね、うん、はい、今はシャイニングアサルトホッパーの、はい、シャインシステムというもので周りにクリスタル飛んでるんですけど、はい、あれを飛ばすことができるので、うん、あれでまず火の玉を除去してからですね攻撃に行ってるというようなイメージです。今除去してるんですね。今除去してます、うんうん、ちょっとタイミング悪くて石田君外してますけど、はい、うまく狙っていただければちゃんと。今これ必殺技ですね。おー、あ、かっこいい。必殺技はもちろん番組の演出を参考に作らせていただいているので、はい、文字がダダダダダダダと出る演出もありますし、はい、他のキャラクター、はい、他のフォームですね、ごめんなさい、他のフォー ム、 フォーム、シャイニングアサルトホッパーももちろんありますし、メタルクラスター、フライングファルコン、ライジングホッパー、仮面ライダー02、全部ですね、うん、必殺技もご用意させていただいておりますので、そのあたりもぜひプレイする際には、はい、試していただければいいなと思います。注目ポイントですよね、はい、なんかあと今ですね、途中でですね半分まで体力を減らすと、はい、敵が強敵モードみたいな形で怒っちゃったんですよ。怒っちゃってましたね。そうなんで火の玉も最初3つだったんですけど、はい、今5つになってより近づきにくくなっているというようなシーンをですね、はい、戦っているところになります。つまりはボスがだんだん弱ってきてるっていう解釈でいいですかね。そうですね、ボスの体力は弱ってきているんですけど、まあ、感情としては怒りが増幅して負けられられるもんかということで強くなってる状態になりますね。なるほど、うんうん、はい、あとこう怒り状態になってからしか発動しない攻撃というものももちろんご用意させていただいております、うんうん、出るかな、今出るかな、火をですね、はい、飛ばしてきて、それが地面に残る炎症攻撃みたいなのをしてくるんです。あ、これですね。これがあるとなかなか移動がしにくくなるので、ゼロワンであればフライングファルコンになって、うん、そうすると空飛べるので、空を飛んで近づいて攻撃を繰り出していくみたいなのが効果的かなと思います。戦略を練っていかないと。そうですね。はい、で今日もですねボス戦最後までやりたいところなんですけど、はい、お時間が限られているところでございますので。